配分からです、今回も遊んでいきたいなと思います。前回このキノコ島に来たんですけど、ちょっとこの下のね禁止を持って帰りたいなと思うんですけど、何分ダイヤの斧しかシルクタッチがないので、ちょっとここの島でですね、ちょっと穴を見つけて、ちょっとシャベル作ったりいろいろしたいなと思うんですよね。せっかく来たんで、ちょっとゆっくり楽しんでいこうかなと思うんですよ。っていうかあっちにさ、砂漠とかも見えるし、結構この辺いいんじゃないか。もしかするとあれですよ、ブンカラのマインクラフト第2章が始まるかもしれないですよ、これは。この間こっちにダークオークの木を取り行った時に、なんか穴が見えたんだよね。なんでちょっとそこにね、ちょっと今日一回潜ってみようかなと思うんですよね。よいしょ、ここを掘って水をこぼして降りる。よし、じゃあちょっとここをね、お、早速鉄があるね。ちょっと掘っていこう。よいしょ。さあここは広いのかどうなんだろうね。ちょっと一応炭とかも取って生活ができるようにはしていきたいなと思っているんですよね。よいしょ、鉄も結構あるね。このねキノコ島の地下ってどうなっとんかなと思ったけど、結構普通に、なんだろう、普通の島ってやっぱ変わんないんだね、地下はね。よいしょ。で、ネザーを通って帰ろうと思うんですけど、黒曜石も持ってくるの忘れたんで、どっちにしても潜んなきゃなと思ってたんですよ。なんでちょうどいいかなと思っております。よいしょ。あれ、これ一周するパターンかな。あ、一周してしまった。なんとか下に繋がっていってくれたらありがたいんだけど。よいしょ、敵がいないね。よいしょ。おー、まあ、いなくてもいいんですけどいなくてもいいんですけど。よいしょ、この下ちょっと掘っていってみようか。あ、敵の声がするね。どっかに穴があるのかもしれない。どこで声がするんだろうね。めちゃくちゃ声、あ、なんか繋がっちゃった。えい、えい。ゾンビさんはどこにいるんだろう。とりあえず鉄いただいて。ゾンビさんの声も結構近くで聞こえるんだけどな。どこにいるのかな。おお、危ない。あー、やばい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 。オッケー。で、ちょっと丸石で埋めとこうか。ゾンビさんは、あー、そっちにいたのか。来ちゃダメだよ、死んじゃうぜ。よいしょ、よいしょ。まあ俺がやっつけるけどな。ん？水？ってことは海か。俺これ体力持つかな。なんとか水面に早く上がれ。うーん、やばいぞやばいぞ。よし、出てきた。はあ、マジで迷子になったな。とりあえず家が見える。こっちの方に来たのか。じゃあもう一回潜って、とりあえずダイヤだけでも見つけなきゃだよな。こっちは何があるんだ。そういえばあっち砂漠もあったよね。そういえば砂漠、砂漠。おお、竹。わ、しかも結構広めの砂漠じゃん。村とかピラミッドとかあるんなら欲しいぞ。なんか牛もさ乗れればいいのね。ち
っと迷わんように松明置いていこう。やめとな、やめとな。ピラミッドが村来い。こんなに何もないことある？こんなに何もない？なんか孤独感が半端じゃないんだけど。いや、ここで諦めちゃダメだ。こんなのまだ歩いたうち、あ、あるじゃん。いやいや、なんか一人でなんか残念があっとったけど、めちゃくちゃ近くにあったわ。よし、ちょっとお邪魔しますかね。よいしょ。スケさんの音が聞こえるのは知ってるんだけど、どこにいるんだい？え？え？どこにいんの？あ、いた。よし、じゃあちょっとダイヤモンドでもいただきに行きますかね。そして必然的に TNT まで手に入るじゃないかな。まずは TNT をいただくよ。 TNT 大好物だからね。で、砂で埋めといて、じゃあダイヤ、あーないね。ダイヤていうか、なんでこれ後ろ向いてんの？なんで？なんでこれ後ろ向いとんだろう。初めて見たんだけど、後ろ向いてるチェストとか。ちょっとあえて開けずに、この壊れたエフェクトでダイヤを見つける。あー、金インゴットが見えた今。これも後ろ向きだ。あー、エメラルド。あー、やっぱりね、ダイヤ的なエフェクトがなかったよね。そうか、まあダイヤないんだったら仕方ないな。ほい。あ、馬見っけ。白馬じゃん。早いのがいいな。これは遅いぞ。この最初乗った時分かる。あ、これは早い。これは早いけど、動画的にはなんかカクカクしてなんか重くなるやつ。でもこの馬はめちゃくちゃ速い。おし、おしおしおし。オッケー。お、速い。ちょっと待って、速いのはいいけど、動画がカクカクするってね。動画がカクカクするって。めちゃくちゃ速いのはいいんだけどさ、動画がカクカクするって。ちょっと俺のパソコンじゃさ、ちょっとこれは速すぎるぞ。もうちょっと遅くないと。ビタービターって止まるんだけど。俺こんなに速い馬初めてかも。あー、村があった、村があったぞ。頑張れ早馬、早馬行け、村に急げ早馬。よし、ナイスだ。よし、師匠さん早く入って、家の中に入って。師匠さん、ちょっとやめろやめろ。師匠さん早く家に入って。なんで入んないの？師匠さん早く入って、入って。ちょっとお前待ってろここで、早馬よ。師匠さんどこ行った？ここ暗いんだね。よしよし。で、師匠さん多いな、3人おるじゃん。よし。んで、お、鍛冶屋さんもあるね。てか師匠さん、師匠さん多すぎるでしょ。よいしょ。さあ、ダイヤモンドはないよね。よし。教会もあるし、いいんじゃないか。
よし、じゃあですね、大した発見はなかったんですが、なんか素晴らしい地形に出会えたので、ちょっとねこれからの文からもちょっと考えていかなきゃいけないなと思っております。次回はまたこの村を起点にですね、ちょっと動いていきたいなと思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。